今日はどこの温泉に委ねよっかな。せっかくのお休み、今日は雨で残念だけど、こんな時こそ温泉で体を温めたいよね。ということで、やってきたのは猪苗代にある中野沢温泉。古くから湯治場として栄えてきた歴史ある温泉なんだって。あ、天ぷらまんじゅう食べたいな。美味しそうなお菓子がたくさん並んでるけど、やっぱりまずは、はい、お待たせしました、天ぷらまんじゅうのこしあんです。これこれ、天ぷらまんじゅう。注文してからあげてくれるからほっかほか。いただきマンモス。サクサクの衣とこしあんの優しい甘さが絶妙なバランス。さて、ついたついた。今回お邪魔するのは万代西村屋。西村屋はどうやらユニークな取り組みで中野沢温泉を盛り上げようとしているみたいなんだよね。ん？ペコちゃん？昭和レトロな感じ。これってもしかして友達が言ってた何が出てくるかわからない自販機だよね。月収タルト崩壊自販機ってタオル、ルタオ、オルタ、カレー始めました。タオルが出てくるのかな。とりあえずやってみようっと。よいしょっと。オルタ？え？タオルじゃなくって？もう一回。えい！あれ？出てこない。なんで？そんなバナナ。あ、出てきた出てきた。ジャル？中身は後でのお楽しみ。こっちにはこけしがずらりと並んでるね。中野沢こけしは見開いた大きな目と大きな鼻が特徴なんだって。かわいいね。いらっしゃいませ。すみません、日帰り入浴したいんですが、やってますか？はい、大丈夫です。お一人様700円です。あれ、ここにあるの見たことあるよ。こちらの当館オリジナルのソフトビニール大怪獣シリーズになってます。こちらが猪苗代になります。これが猪苗代か。万代高原を背負った怪獣なんですけども、猪苗代こと万代さんと、こちら安達太良山、こちら温泉マークが中野沢温泉になります。これって今買えるんですか？通信販売はしてなくて、ここだけで買えるんですけども、今現在在庫切れになっています。なんだ残念、買えないのか。でも猪苗代見れば見るほど可愛く見えてきちゃった。こっちには違う怪獣もいる。ちなみに猪苗代は日本全国はもちろん海外からの問い合わせもあるんだって。すごいよね。あ、さっきやった JAL の中身、何が入ってるんだろう。見てみたいような、見たくないような。ん？何？ビーフコンソメ？なんで？あ、JAL の機内食で出てくるやつなのかな？そもそもなんで JAL？ もう一つのオルタ、今度こそ出てくるか？タオル！で、これはタオルではないな。変わったマスク。
もうほんと意味わかんないシュールすぎて私にはついていけなかったけど、あー楽しかったな。さーて女湯はこっちだね。この感じワクワクしてくるね。露天風呂はちょっと離れてるんだ。着いた。へえ、イチョウの名湯なんだ。美しくなる温泉だって。これは早く入りたいな。あ、ちょっと厚めだ。雨でちょっと冷えた体にすっごく染み渡る。お湯は白く濁っていて湯の花が浮かんでる。そしてこの硫黄の香りが漂ってる感じもまたいいよね。安達太良山にある源泉から湧き出る湯量は毎分13,400リットルで、なんと湯量日本一なんだって。本当にすごいよね。酸性のお湯だから殺菌効果が高くて、お肌の古い角質を溶かしてくれるピーリング効果も期待できるんだってよ。ふう、気持ちいいな。そろそろ露天風呂に行ってみようかな。わあ、大自然の中の露天風呂って感じ。そして外で見るとお湯がさらに綺麗に見える。雨で残念って思ってたけど、屋根があるし、この雨音もどこか癒しの音楽に聞こえてくるな。雨の日の露天風呂も悪くないな。ゆっくり入れて大満足。今日もいい湯に委ねました。